ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。私たちが実況する。うますぎない絵師のイラストメイキング。今回のイラストはこちら、チルノだぜ。今回も文字情報と原作イラストを頼りに作成しています。背景はできてのお楽しみなんだぜ。それじゃあ始めるぜ。まずはラフ。俯瞰構図なので、地面に違和感なく立たせるため、当たり付けのパースラインを書いてから書き始めます。こういう極端な構図の場合は特に、箱で頭、胸、腰を書くとバランスが取りやすいんだぜ。今回は、ラフで使う線を太めにしてみました。細い線だと細かく書けてしまうので、迷いが出てしまう、ってアドバイスをもらったんだぜ。確かにやってみると、短時間でラフが終わったのよね。昔はアナログでラフを書いてたから、同じようにデジタルでもやってたんだよな。デジタルとアナログでこんな違いがあるなんて、気がつきませんでした。ここから線画の清書です。髪の毛はこの工程から本気を出すことにしています。髪の毛の太さを自然な感じにランダムにするには、まだまだ修行が必要だぜ。ところどころに遊び毛を自然に入れるのも、難しいわよね。ちょっと右手を手こずってるな。手は難しいよねー。ここから着色です。とりあえずバケツツールでペタペタ塗っていくぜ。目はエアブラシでグラデーションをつけて、星を入れれば完成。塗り終わったので影をつけます。光源はチルノの視線の先って感じなんだぜ。ほぼ正面だから、そんなにつけるところはないわね。だな。ってことで、加算レイヤーで髪の毛に光沢を出します。細かな線を髪の毛の流れを意識しながら書き込んでいくぜ。そろそろ加算定山だけじゃなくて、もう少し色に工夫をしたいとは思ってるのよねー。ってとこで、チルノは完成。氷の羽は後回しにしたんだぜ。ここからサムネにはない、背景に取り掛かります。なんか、一生懸命六角形を描いてるな。チルノって氷の妖精でしょ。だから、足元を中心に氷が広がっている感じにしたいんだけど、パース上に六角形を描くのって難しいのよねー。ということで、六角形をいっぱい重ねて、だいたいパースに合うように変形させました。で、その六角形を頼りに線を引いていきます。結晶の境目は光るので、光源を意識して光らせます。で、光らない方はより暗い色を置くと、氷っぽく見えます。そして、さっき引いた白い線の色を調整して、ガウスぼかしでぼかして、表面になじませます。もうちょっとやりようはありそうだが、今の技術ではこれが精一杯なんだぜ。続いてこれまた難しそうな、チルノの羽。まずはベースの色を置いて、結晶のラインを薄めの線で描きます。今度はその下に濃いめの色を置いて、奥行きを表現します。そして中間色を入れて結晶の面を表現します。この方法は、クリスタルの描き方講座を参考にしたんだぜ。動画のリンクを概要欄に載せるので、興味のある方は見てみてください。おお、何か伸びてきたんだぜ。氷の柱の影を描きたいんだけど、
なかなかいい感じになりません。なんだこれは。お城のてっぺんのつもりです。氷のお城のつもりなので、影の周りに乱反射する光をつけます。そして、氷を透過してくる光を加算レイヤーで表現します。ってことで、なんとか完成。で、今回のテーマは？どこかの女王にもできるんだから、あたいにもできるはず。どこかの女王ってのは、ありのままのあの女王か？そう、あの女王。でも今回は、構図が中途半端だったと思っているのよね。本気でそれを表現しようとすると、こんな感じにすべきだと思います。でも、これだとチルノがちっちゃくなっちゃう。あくまで主人公はチルノだから。ちゃんと表情が見える、この構図を選びました。でも、やっぱりこれじゃあ城を作ってる感じは薄いよな。そうなのよね。テーマ自体を見直すべきだったのかもしれませんが、これ以外思い浮かびませんでした。一回これって思っちゃうと、切り替えるのは難しいんだぜ。ということで今回はここまで。東方に詳しい皆様、イメージに合っているでしょうか？しばらくは、このシリーズをやっていこうと思うので、お付き合いいただけると嬉しいんだぜ。ご意見ご感想などコメントいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。